平野紫耀のインスタグラムが開設4日未満で300万人のフォロワーを突破。芸能人も注目する公式マークの獲得。元キングプリンスへのメンバーである平野紫耀が、滝沢秀明氏の新会社トべへの合流を発表した翌日、インスタグラムを開設しました。驚くべきことに、わずか4つ日間で彼のフォロワー数は300万人を突破しました。 この記事では、平野紫仕様のインスタグラムの成功について詳しく探求し、彼の魅力的なコンテンツと公式マークの獲得について説明します。また、芸能界の仲間たちも彼をフォローしているという興味深い事実にも触れます。平野紫仕様のインスタグラムの成功。平野紫仕様は、日本のアイドルグループ、キングプリンスの元メンバーとして知られています。 彼は滝沢秀明氏の新会社、とべ、への参加を発表したことで、一躍注目を浴びました。そして、彼の人気はさらに加速し、インスタグラムの解説からわずか4つに近んで300万人のフォロワーを獲得しました。これは驚くべき成果であり、彼のファンの忠誠心と、彼の魅力的なコンテンツに対する広範な関心を示しています。 平野の仕様の魅力的なコンテンツ。ヒラの仕様のインスタグラムは彼の個性と魅力を反映した多様なコンテンツで溢れています。彼は自身の日常生活や仕事に関する素晴らしい写真やビデオを共有し、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。彼の投稿はいつも明るく、 ポジティブなメッセージが込められており、フォロワーたちに元気と勇気を与えています。また、彼は時折、ダンスパフォーマンスや歌唱力を披露する動画も投稿しており、その才能と情熱に魅了されるファンも多いでしょう。公式マークの獲得とその意味。平野紫耀はインスタグラム上で公式アカウントとして認証バジを獲得しました。 この公式マークは有名人や公共的な人物が本物であることを示すために使用される特別なマークです。平野がこのマークを手に入れたことは彼が社会的な影響力を持ち広範な人々に認識されていることを証明しています。この認証は彼のプロフェッショナリズムと信頼性を強調し、 彼のフォロワーたちに対して公式な情報やコンテンツを提供することの重要性を示しています。芸能人たちの注目。平野紫耀の人気は一般のファンだけでなく芸能界でも注目されています。彼のインスタグラムをフォローしている芸能人の中には、サイコや辻ぞみ、浅田舞などが含まれています。彼らは彼の才能と個性に魅了され、 彼の活動を応援していることを示しています。また、芸能界の仲間たちが彼をサポートしていることは、彼の成功と将来の可能性をさらに高めるでしょう。平野紫耀のインスタグラムは、わずか4日未満で300万人のフォロワーを獲得し、彼の魅力と才能が広く認められていることを示しています。 彼の個性豊かなコンテンツとポジティブなメッセージは多くの人々に元気と勇気を与えています。また、公式マークの獲得と芸能界の注目は彼の社会的な影響力と将来の成功への期待を高めています。平野の仕様はインスタグラムを通じてファンとの絆を深めるだけでなく、新たな舞台での活躍に向けて進化し続けることでしょう。 彼の明るい未来に期待しましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。